こんにちは、千代子です。いつも動画をご覧くださりありがとうございます。今回はちょっとお話しする動画を撮ってみたいと思います。気楽な感じで聞いてもらえると嬉しいです。私がこのチャンネルをやっている理由は、私自身も、そして見てくれる方、聞いてくれる方も、生きる喜びでたくさん溢れればいいなって思ってやってます。やってるんですけれども、去年あたりからすごく感じるメッセージがあって、それは神聖なる自分で生きる。神聖なる世界を生きる。神聖っていうのは神に聖人とかのね、聖って書いて神聖とも言えるし、新しく生まれ変わる神聖とも言えるし、とにかく神聖っていう言葉がすごい感じるんですね。で、それに関連して私はブログをやっていて、こうやってご縁あってこのチャンネルも見てくれてる方、またブログもね、読んでくれてるよっていう方は本当にありがとうございます。で、今まではこれがなくちゃ自分として価値がないとか、自分の価値がわからないとか、これがあるから自分はこういう人間なんだとか、自分の生まれ育って身についてきた価値観や思考癖、パターンとか、人それぞれいろいろなものを身につけて、身にまとって、時にそれは自分を助けるものであったり、時にそれは自分を囲い込んでしまうようなものであったかもしれないけれども、もうそういったものとは、なんというかおさらばして、自分という人間がいるからこの世界があって、この世界を楽しめている。一人一人が、それに気づいて、自分の影を見て、これが私なんだって信じ込んで生きるんじゃなくて、何かにとらわれて、自分はこういう人間なんですって、無理して、それを証明しようとして、自分は何者なのか証明しようとして、そこにエネルギーを注いで頑張るっていうよりも、自分がこの世界をね、想像してるんだって、いろんな周波数があって、すべての色や音があって、流れる音に、流れる色に、好きなように自分を合わせていけるんだって。私も含めて気づいて体現していく人が増えるんじゃないのかなってとても感じています。神聖なる自分で生きる。私たちは同じく価値があって、同じく素晴らしい世界をそれぞれが想像していて、それが折り重なって、なんて美しい世界ができてるんだろうって、こうやって私が話せることも、
こうやって聞いてくださることも、人間として生まれて体験できる瞬間瞬間が素晴らしいものなんだなって思ってます。私は絵や自分のオリジナルソングとかね、そういうもので、まあブログも含めていろいろメッセージをお伝えしてるんですけれども、ちょっとねスピリチュアルな感じになっちゃうんですけれども、いろいろ身にまとって重くなったような魂を持つ人間がどんどん自分の魂を軽くしていって、重くなった地球から抜け出すように、地球と一緒に軽くなっていくように、今度生まれ変わるときは地球で重たい生活をするのではなくて、軽い生活をしたり、違う世界で暮らしたり、選択肢が増えるんじゃないのかなと思っています。そして思うことがどんどん実現したり、自分が世界を想像してるって気づいていったり、今までの価値観や概念がどんどん壊されるような、そして古いものにとらわれなくていいんだって気づいていく、すでに気づいている人も多いと思うんですけれども、そういうふうに感じています。自分の心を大切にして、自分が生きていることに感謝をして、楽しく毎日を過ごせたらいいなと思います。お伝えしたかったこととしては、神聖なる自分で生きる、新しく生まれ変わるように、そして自分の素晴らしさ、尊さっていうものに気づきながら、この世界を楽しんでいく、のが大事だなって思っています。取り留めがないんですけれども、聞いてくださりありがとうございます。私のブログや今オンラインで販売しているメッセージや歌など、また昔ね、いろいろ自分を生きるっていうメッセージをオラクルカードというものを使って発信していたので、その YouTube のリンクも載せさせていただきます。毎日毎日、瞬間瞬間が皆さんにとって、私にとっても最高の時でありますように。幸せであれ。千代子でした。